綾部城は、佐賀県宮城郡宮城町原稿賀に存在した山城。足利一門の渋川市が、九州丹大府県被前守護所の拠点としていた。宮城町の綾部神社裏にある標高128メートルの丘陵に設けられた。筑後川に近く尾の愛山や、朝日山などの山々と連なり、博多への感動を抑える要所に当たった。主な市場として、西側に、 百古山城とが牛城があった。藤原通領が平時の乱に呼応して、綾部城で挙兵していることから、この頃までには存在していた。文治三年に通領の子、藤原道都に綾部荘が与えられ、道都市は綾部氏に改正して、以後は東城を代々の居城とした。室町時代から戦国時代にかけては、被前守護所である。 綾部間の詰めとして、足利一門の一式氏今川氏が居城していた。欧永9年頃に、足利一門の渋川光頼が拠点として以降、九州丹大と被前守護を兼任した渋川氏の代々の居城となった。開答諸国記によれば、九州節度氏は、被前州綾部にす民居千余と、西平百五十余なり、九州の兵を相直す。とあるが、 当時の渋川市は東非前の一勢力に衰退していた。渋川市は中国地方の大内市の講演を受けて敵対する小西、菊池市と戦い、しばしば畜前に逃れている。この頃の綾部市は渋川市に従っていたが、天文三年に綾部鎮郊が竜蔵寺高野部に敗れると畜市市が入り、後に竜蔵寺市に譲られている。なお、 近隣の小児山城しろ、城と呼ぶことがあり、戦国時代には小西氏の一門である馬場氏の居城となった。ありがとうございます。